よおはよう。あ、昨日も片付けしないで寝たでしょう。おはよう、起きてください。これが私たちのお母さん、タンタン。厳しくてよく怒られるけど、正義感が強くて優しいお母さん。うわー、眠いよ。これは一番下の弟、パンタ。とってもマイペースな男の子。この子はジャスミン、無口だけどしっかりしている妹。そして私はチーニャ、この家の長女。わー、おはよう。お父さんは今単身赴任って言って遠いところでお仕事してるの。今日は私たちパンダ家族のモーニングルーティンを紹介するよ。私の家では起きたらまず目を覚ますために5分ドリルをやるの。わー、パンタ、寝ないでちゃんとやりなさい。できた、できた、できた。はい、見てお母さん。うん、バッチリ。ジョソミもできたって。じゃあ私先に行くね。パンタ、早く終わらせちゃいな。わー、そしたら顔を洗ったり歯を磨いたりして身支度をするの。ジャスミンとはいつも洗面所の取り合い。洗濯物は当番制で今日は私が当番。そしたら飼ってるペットたちに挨拶する。こっちから子牛くん、大将くん、リボンちゃん。とっても可愛いでしょ。この子は犬なのか猫なのかライオンなのか未だにわからないけど、とってもいい子なの。そしたら洋服を着替えるよ。今日のコーデはこんな感じ。まあいつもこの服なんだけどね。洗濯物を干して、オッケー。お母さんのご飯はいつも美味しいけどいつも多いんだよね。今日なんてキャロットケーキ、人参のケーキだって。いただきまーす。それから朝ごはんを食べながら家族でお話しするよ。てかさ、昨日ちゃちゃまるがさ、絶対にお前は鉄棒できないとか言うのひどくない？母さんはちゃちゃまるくん好きよ。だからさ、オーロラちゃんとグミちゃんとアップルちゃんで先生のところに。それじゃ、行ってきまーす。行ってらっしゃい。これで私のモーニングルーティンは終わり。最後までご視聴いただきありがとうございました。